今回はフリーレンが80年以上前にタイムスリップする過去編について解説していきます。強敵である七宝剣マハトを討伐し、北の大地へと歩みを進めたフリーレンパーティー、北部高原の国に入ろうとしますが、入国審査に3週間かかることが明らかになります。その理由はマハトが撃たれたことで城塞都市バイゼが機能し、商人や冒険者の往来の条件が緩和されたからだとフリーレンが語っていました。また北部高原から入ってくる人が少なかったので人員が足りていないようです。ちょうど混雑に巻き込まれたフェルンとシュタルクはこの場所でどう暇を潰すのか疑問に思っていました。そこでフリーレンはもともと行く予定だった女神の石碑へ足を運ぶことにします。フェルンも女神についてはよく理解しているようで、昔ハイターに読み聞かされていたと語っていました。女神は自身の魔法を込めた銃の石碑をこの大陸に残しており、そのうちの一つが近くにあると知っていたフリーレン、石碑に込められた魔法を解読したいと考えていたようです。ただ女神の石碑は有史以来未解読だったと知っていたフェルン、その事実を知ったシュタルクは時間がかかると感じ、石碑の解読にやや否定的でした。しかしフリーレンはリベンジと語り、解読は初めてではない様子、また入国審査までに解読できなかった場合諦めると語っています。フェルンやシュタルクに待たせすぎるのも申し訳ないため、彼女は時間制限を設けたのでしょう。過去にフリーレンは魔王討伐中に石碑に立ち寄っていたようです。その時は三日三晩森をさまよった直後の解読でした。なので勇者パーティーが交じ切れして詳しく調べられなかったと彼女が語っています。しかも彼女は石碑の解読をした後、記憶に異変が生じていました。記憶が曖昧になったり、1週間くらいの記憶が抜け落ちたりしていたようです。その話を聞いたシュタルクは危ないものではないかと疑いつつも、女神の石碑への歩みを進めました。険しい道を進みながらついに石碑にたどり着いた3人、その石碑は崩れ落ちていたものの、まだ魔力は残っていました。フリーレンは石碑を観察する中で以前はなかった文字に気づきます。その文字はフィアラトールで聖典に出てくる名称であるとフェルンは理解していました。ただフリーレンは聖典については詳しくない様子、フェルンにはあれほど本を読めと言っていたのに自身は読んでいないことが明らかになりました。どうやら聖典の内容は面白くないようです。石碑の解読を始めたフリーレン、後ろを振り向くとそこにはキンメルを含めた勇者パーティーの姿がありました。フリーレンは実態なのか確かめ、キンメルに何歳なのか聞きます。23歳と答えた彼の発言からフリーレンが移動した過去は現在から80年以上前だと判明しました。女神の石碑を解析したことによって過去に戻ったフリーレン、フリーレンを含んだ勇者パーティーはキンメルがつけた目印をもとに道を引き返していきます。フリーレンは石碑について非常に疑問を覚えている様子、彼らの実態に触れたことで石碑の魔法は幻覚魔法ではないことだけは分かっています。時間を逆行したことについてフリーレンは信じられていません。不可逆性の原理を壊していると彼女自身も感じていました。しかし女神の魔法はほとんど解明されていないので原理を壊すほどのものである可能性もあるでしょう。石碑についてフリーレンは以前に触れた時間軸に戻るものと考えました。ただもう一度石碑に触れても何も起こらなかったので帰還方法が分かりません。そこでヒンメルたちに相談しようとしますが、歴史が変わってしまうことを危惧して踏みとどまっています。石碑からずっと考え込んでいるフリーレンに対してヒンメルとアイゼンは調子が悪そうだと感じていました。しかしここでハイターが甘いと一喝、皆さんはフリーレンを甘やかしすぎです、こういう時はしっかり叱らないと。叱った理由は彼らがフリーレンを甘やかしすぎていたので魔王討伐へ気を引き締めようというハイターの心遣いだと読み取れます。何気ない会話からそれぞれの立ち位置がわかるの面白いですね。ただその怒り方はまさにお母さん、ヒンメルもお母さんかなと突っ込んでいました。ハイターは人に対して怒り慣れていないのでしょう。怒られたフリーレンはごめんと謝ります。これに対し3人はかなり驚いた様子を見せていました。いつもならフリーレンは自分が悪くても謝らないそうです。これも過去と現在で違う考えになったと推測できますね。勇者一行は目印をもとに森からの脱出を試みますが出られる様子はありません。そこで街道への抜け道を知るためにフリーレンに対して探知魔法を使うようにお願いするヒンメル、頼まれたフリーレンは空を飛べば早いと語ります。この発言に対して呆然とする3人、それもそのはずこの時代人類は飛行魔法を扱えません。ここからフリーレンは気をつけて魔法を使うようになります。おそらく現代の魔法を使うと歴史が変わってしまう可能性があったからでしょう。森を抜け街道へとたどり着いた勇者パーティーはあるものを目にしました。それは帝国の軍隊が壊滅していた状況、まるで空から落とされたみたいとヒンメルは言います。そう思った矢先、パーティーの背後に魔族が現れました。その魔族はフリーレンが石碑に触れたことを知っており、時空干渉の原因が彼女であることも理解している様子。魔族は自ら名前を名乗り、奇跡のグラオザームの配下である残影のツァルトだと語ります。それに呼応するようにヒンメルも名乗り、戦闘が開始されました。彼は持ち前の速さを武器にツァルトに切りかかります。凄まじい規模の斬撃、木を数本切り倒したもののツァルトにダメージは与えられていません。ツァルトはフリーレンの背後に回り、
空間転移の魔法で彼女を空へワープさせました。この時代の人間は飛行魔法を扱えないので、かなり有効な手段と言えるでしょう。打ち上げられたフリーレンは対処方法を考えます。自由に魔法を使えれば飛行魔法で着地することができますが、そうすると最悪、未来の情報を魔王軍に渡すことになります。落下までの時間は60秒。この方法に対してヒンメルは回りくどいと感じています。サルトはヒンメルたちに対して武器を置くように要求。そうすればフリーレンの命だけは助けると語ります。ただこの発言に対しすぐに嘘だと見抜いたヒンメル、しかしこのままではフリーレンを助けられないと思い、3人は武器を置きます。ただそこでフリーレンが空中から攻撃を仕掛けました。その様子を見たヒンメルは武器を置くことをやめ、戦闘へと転じます。落下中に正確な長距離射撃をしたフリーレンに対して疑問を抱くサルト。しかしヒンメルの素早い攻撃が考える隙を与えません。そろそろ落下してしまうので、落下速度を相殺しようとフリーレンは考えます。冷静に杖を地面に向け、魔法の威力で落下速度を減らし、見事着地に成功しました。彼女も戦闘に加わったことで、サルトはやりにくいと感じるようになります。それでもヒンメルは攻撃を止めることはありません。ただ一つヒンメルは疑問に思っていることがありました。それはサルトに触れられると終わりという状況で、苦もなく戦えているということ。フリーレンの援護射撃が的確なものであると同時に、フリーレンらしくないとも感じていました。彼がフリーレンをいつも見てきたからこそ感じた疑問と言えるでしょう。彼女の援護によりサルトに隙が生まれ、ヒンメルとアイゼンによって傷を負わせることに成功します。背面が崖となり、ピンチの状況となったサルト、一気に形勢逆転となりました。しかし崖に近づかせたことが裏目となってしまいます。サルトは崖に触れ、空間転移魔法で彼らの頭上に大きな岩を発生させます。この時代の魔法じゃどうにもならないと半ば諦めかけのフリーレン、それに対し3人は冷静でした。その理由はフリーレンが打開できる魔法を隠していると感じていたからです。図星を突かれたかのように黙り込むフリーレンを見て、そうなのかと確信するヒンメル。ここでヒンメルは彼女に対して、たまには僕たちを信じてみるのもいいんじゃないかと発言します。このままじゃ全滅だと感じたフリーレンは魔法を繰り出す準備に入りました。ただ歴史が変わる可能性を考え、この魔法は他言無用で墓場まで持っていくことを彼らに告げます。しかしその魔力の大きさにサルトが気づかないはずがありません。フリーレンはここで彼を始末するしかないと感じ、岩を破壊した直後にサルトを一撃で撃破しました。この様子を見たヒンメルは面白いことになってきたと笑うのでした。サルト撃破後の夜のこと、フリーレンは自分の今の状況を彼らに打ち明けます。80年以上先の未来から来たことについて彼らは疑う様子を見せません。飛行魔法や強大な魔法、そして彼らは普段の様子から薄々気づいていたようです。未来から来たフリーレンに対し、一番気になっていることをハイターが質問します。私たちは魔王を討伐することに成功したんですか？フリーレンが答えようとしますが、ヒンメルがどうでもよいと話を中断させます。ただハイターも軽い気持ちで聞いたわけではありません。魔王は1000年以上にわたり魔族の頂点に君臨しています。歴史に名を残す勇者たちが挑み続けても魔王を倒した者は一人もいません。人類最強と言われる南の勇者でも打ち倒すことはできませんでした。そこで改めてハイターはフリーレンに自分たちは爪痕を残せたのか聞こうとします。しかしここでもヒンメルが止めに入りました。どんな結果になろうとも僕たちは戦うんだと強い意志を見せています。この意見にはハイターも納得。そこからいつも通りの冒険に戻り、フリーレンの帰還方法についての話になりました。戻る方法について質問されましたが、フリーレンはさっぱりわかりません。石碑にもう一度触れたら戻れると思っていたものの、何も反応しませんでした。それに加えて術式構造も理解できていない様子。女神様の魔法に精通しているハイターですらピンときていない様子を見せています。帰還方法がわからないので、しばらくは帰り方を模索する方向で冒険が進められることに。森の中にいた勇者一行は教会やギルドが存在する町に移動することにしました。手当たり次第町の人に情報を聞きますが、何も手がかりはつかめません。疲れ果てたみんなを見て申し訳ないと感じたフリーレンは3人に謝罪しますが、むしろヒンメルはワクワクしている様子を見せていました。ちなみにアイゼンは腹筋をしていました。疲れていたのはハイターだけだったみたいですね。酒場で聞き込みをしていた一行は成り行きで商人の護衛を受けることになります。目的からそれたことに対してヒンメルは彼女に謝りますが、護衛の仕事は誰かがやらなければならないと了承しました。ただ私は放っておくといつも通りのドライっぷりも発揮しています。一瞬成長ぶりが垣間見えたんですけどね。ここでハイターがフリーレンに未来でも旅を続けているのかと質問しました。それに続けてアイゼンが目的や仲間のことを質問しますが、未来への影響を考えて彼女は答えていません。ただ二人に対していい仕事をしたとフェルンとシュタルクを匂わせるような発言をしています。ヒンメルもフリーレンに未来のことを聞いていました。彼女は励みになっていると語り、ヒンメルは銅像を建てた甲斐があったと語っています。
ここで銅像のポーズ決めに丸一日かけていたエピソードも明らかになりました。これにはフリーレンも長かったと感じており、遠い目をしています。エルフに長いと感じさせるとは相当退屈な時間だったことでしょう。この件をヒンメルは後世に僕の美しさを残すためと語っていました。他愛もない話を続けながら商人の護衛をしていた勇者一行、そこでハイターが嫌な予感を感じ取り、敵襲にいち早く気づきました。人型の狼のような魔物に襲われた4人は速やかに戦闘態勢を整えます。盾持ちの前衛に後方からの射撃と人間慣れした戦い方に厄介さを感じていました。商人を後方に誘導しようとしたハイターに対し魔物が挟み撃ちを仕掛けます。しかしアイゼンが4本の槍を全身で受け止めるという離れ技を見せつけました。さすがの防御力ですね。この活躍によってヒンメルたちは魔族を退けることに成功。無事に商人の護衛を完遂しました。何気ない戦闘シーンに見えますが、フリーレンはこういった連携を見て戦い方を学んだと発言しています。ハイターのドン引きにも懐かしさを感じていました。ちなみにこの頑丈さの理由は気合らしいです。商人の護衛も終え、彼女の帰還方法を近くの村で探していましたが、関係する情報は見つかりません。いくら探しても情報がないことをアイゼンは少し驚いていました。しかし石碑自体が神話の時代のものなので、情報があれば解読に苦労はしないとハイターが語っています。ここでヒンメルが文献でも残っていればと発言。そこで修道院なら残っている可能性を考え始めました。修道士の修行の一環として古い書物を書き写す作業があり、そうすることで昔話や神話を後世に語り継いでいくそうです。ただ修道院は人里離れたところにあるので、自力で探すのは難しいです。村になら情報があると考え、道を引き返すことにした勇者一行、村の教会で修道院の場所を聞き出すことに成功します。しかしその修道院は断崖絶壁のような場所に建てられており、険しい道のりを進まなければなりません。ヒンメルが飛行魔法を提案しますが、人に見られると危ないとのことで却下されました。結果自分たちの足で登ることになります。崖を目の前にしても登りがいがあるなとアイゼンとワクワクしています。ヒンメルの様子になんだか楽しそうと微笑むフリーレン。昔からそうだったとハイターからヒンメルの過去が語られます。彼らは子供の頃から一緒に過ごしており、ヒンメルはまっすぐな少年で、ハイターはひねくれていたようです。そんなハイターは今でも魔王を倒すことは無理だと感じていました。しかし子供の頃から不可能を可能にしてきたヒンメルを見て、ハイターは彼についていくことを決めます。ハイターは自分を信じることはできないが、勇者ヒンメルのことは信じていると語っていました。険しい道のりを突破した4人は修道院にたどり着きますが、何も見つかっていません。修道士に話を聞きますが、手がかりはつかめませんでした。情報が何も見当たらないので、地道に探すことを決めた4人。北部高原には集落が点在していて、民話や香典によって情報が残っているかもしれません。なので村を回って聞き込みを始めることにしました。ただ北部高原は自衛のために入り組んだ地形に集落があることが多いです。体力が必要になるので、ハイターは自信なさげでした。しかしヒンメルから地酒を楽しめると言われたことで、急にやる気になります。ヒンメルはハイターについてよく知っているようですね。いろいろな村に聞き込みを始めますが、やはり手がかりはつかめません。挙句の果てにはハイターが酒に溺れてしまう始末。そこの酒屋のマスターが町の中心に聖堂があることを教えてくれました。さらにそこを目指した冒険者は聖堂を目指したっきり帰ってきていない様子。この話を聞いた4人は聖堂を目指すことにします。聖堂を発見した4人はそこに広告竜を見つけました。北部高原に生息する最強の竜種です。魔力探知で他の魔物を探そうとしますが、広告竜に攻撃を仕掛けられます。先制攻撃はフリーレンが防ぎ、その隙に逃げることを提案したフリーレン。しかしヒンメルは討伐の作戦を立てます。アイゼンが前方で引きつけ、ヒンメルとフリーレンが側方から、そしてハイターは後方支援という立ち回りで広告竜を迎え撃ちました。ヒンメルが肩に傷を負いますが、難なく討伐を果たしています。北部高原の最強の竜種を討伐してしまう彼らは、やはり最強の勇者パーティーですね。ヒンメルたちは広告竜を討伐した後、聖堂の中を探索します。しかしここにも確かな情報はありませんでした。無駄骨と語るアイゼンに対してヒンメルは、広告竜が撃たれたことによってこの地方が平和になったため、無駄なことではないと発言します。まさに真の勇者の発言ですね。次の集落に向かうとした3人は1人だけいないことに気づきます。その1人とはミミックにかじられているフリーレン。80年経っても変わりませんね。聖堂の探索後、新たな情報を求め次の冒険へと向かいます。そこで勇者一行は一つの村にたどり着きました。その村は歴史の浅い村で、女神の伝承はありませんでしたが、100年以上生きているキーゼルというドワーフを紹介してもらっています。彼の小屋に入れてもらった4人は話を始めました。キーゼルは勇者ヒンメルの活躍を理解しています。断頭台のアウラの軍勢を退けたこと、そして不死なるベーゼの討伐などいろいろ知っていました。この村にはその武勇を知らない者はいないようです。フリーレンが本題となる女神の石碑について彼に質問しました。本人は分からなかったものの、昔住んでいた村長の家に女神に関する文献が多くあったという情報を得ています。
その村の場所を聞き出そうとしたハイターですが、その前にキーゼルが勇者の剣を見せてくれと頼みます。キンメルはこの剣は偽物だと紹介しますが、キーゼルはそのことを知っていました。そこで彼は偽の勇者の剣は自分で作ったと明かします。キンメルが持っていたことに疑問を感じたキーゼルは、どこでこの剣を手に入れたのか尋ねます。この剣は中央諸国の辺境の村で魔物退治のお礼にもらったとキンメルは言いました。流れに流れて自分にたどり着いたことに数奇な運命を感じていたキーゼル、しかし偽物の剣ということもあり、キンメルにふさわしい剣を渡そうとします。ただキンメルはこの剣を相棒と語っていて、平和な世界まで連れていくと語っていました。それに何かを感じたキーゼルは勇者の剣を研ぎ直します。その剣を見て嬉しそうな表情を見せたキンメル、その後彼らはキーゼルに教えてもらった村へと歩き出しました。村に到着した4人は早速魔族に襲われています。いくらなんでも数が多いので、彼らは逃げることを選択しました。逃げていた矢先にフリーレンが上空から竜が来ていることに気がつきます。その竜にアイゼンが捕まってしまい、空へ放り出されてしまいました。ハイターは少し泣いていましたが、アイゼンの耐久性を考えると泣くほどのことではないと考えます。魔物も増えてきて窮地の状況に陥る勇者パーティー、キンメルが何か策があるような表情を浮かべます。ハイターが尋ねると、キンメルは全力疾走で退却を決めました。なんとか逃げ切れた3人は竜から放り投げられたアイゼンと合流。空から落下したアイゼンの近くの地面はへこんでいましたが、彼には傷一つありません。彼の防御力が象徴されていたシーンでもありますね。村で魔物に襲われた4人は正面突破は無理という結論になりました。その結果、ハイターの隠密魔法でこっそり行く作戦に変更。彼の隠密魔法を使うのは久しぶりみたいです。初期のダンジョン攻略時は隠密魔法を活用していたようで、真っ先に罠にかかっていたフリーレンがドヤ顔で語っていました。村の裏手から侵入し始めた4人は村の見取り図を頭に入れたこともあり、魔族に見つからず村長の家にたどり着くことができました。しかし正面に先ほどアイゼンを空へ放り投げた竜が現れます。先手を取られた4人は建物に避難。キンメルとハイターは同じ建物に避難しました。フリーレンやアイゼンとそれてしまったものの、心配していない様子のキンメル。打って変わってハイターは、彼らなら強行突破しかねないと危惧しています。竜の様子を確認していた2人は、避難した建物が孤児院ということに気がつきました。彼らは孤児院育ちなので懐かしさを感じる様子もあります。そこで2人は過去の解雇を始めました。キンメルはハイターのことを生意気で鼻につくやつだったが、まとめ役のような存在だったと語っています。そして彼が勇者になる決意を初めて伝えた人物も、ハイターということが明らかになりました。ここでハイターがキンメルに対して一つ謝罪をします。彼はお金を先に使い込んだことかと冗談交じりでハイターに言いますが、その発言はスルーされました。ハイターが謝りたかったことは、本物の勇者になれないと否定してしまったことです。ハイターはそれだけが心残りで、キンメルを信じてあげるべきだと後悔していた様子を見せていました。その時から彼はキンメルのことを親友だと思っていたようです。ただキンメルは彼に感謝していると明かしました。キンメルはハイターが信じてくれなかったからこそ、負けず嫌いの心に火がつき、ここまで来れたと語っています。会話を続けていると外で戦闘の音が聞こえてきました。フリーレンが戦闘開始したと判断した2人は加勢しに行きます。竜を撃退し、中に入れた4人はやっと女神の石碑に関する記述を発見しました。記述を見つけたフリーレンに対し、何が書かれているのか質問するキンメル。その本には、時巡りの鳥の章に帰還のための魔法の名前が記されていると書かれていました。アイゼンはその魔法を使えばよいと言いますが、単純な話ではないとハイターが否定。聖典には女神様の魔法そのものは記載されていないようです。また聖典の内容は神話の時代の物語と女神の戒律をまとめたものにすぎません。そして聖典に書かれている神話の時代の物語は長い暗号文になっています。人類は長い歴史をかけて暗号文を解読し、女神様の魔法を発見しています。またその解読は現在も続いており、未発見の魔法の方が多いことをハイターが示唆していました。生徒の記録では、発見された女神様の魔法は全体の約 3% だそうです。この暗号は内容にもよりますが、通常だと解読に20年から30年、長いものだと何世紀もかかります。時間がかかることに加えてもう一つ問題点がありました。それは石碑に関する記述が時巡りの鳥の章ということ。僧侶の中ではこの章を空白の章と呼んでいて、この章から女神様の魔法は見つかったことがありません。またここで聖典がもたらされたのは1500年前と語られています。フリーレンには解読まで待っている時間はありません。アイゼンにも長命種の特権として待つことを提案されますが、彼女は私の過ごした時間に戻りたいと彼の意見を否定します。彼女は彼らとの旅が終わってもシュタルクやフェルンのような大切なものもできたため、それが失われるのは嫌と語っていました。ただ帰りたいだけだ。これに対しヒンメルは、魔王を倒した後に調べると今決めました。未来に返すための魔法を石碑に刻むと決めたことで、未来のフリーレンがそれを確認していると考えたんです。
そこで彼女が思い出したのはフィアラトールの文字。石碑に触れる前に発見した文字です。しかし書物によると、女神の石碑に触れた状態で魔法を唱えなければならないと書かれていました。そうして勇者一行は女神の石碑に向かうことになります。ハイターは留守番従っていたようですが、それとは裏腹に石碑には怪しい影が歩みを寄せていました。石碑に近づいていたのは明らかに強敵そうな魔族4名。チヌラレシ軍神リバーレ、終局の聖女トート、マハト編でも登場した無名の大魔族ソリテール、そして七宝剣奇跡のグラオザームの4名です。ソリテールはフリーレンから未来の情報を奪い、この時代で始末すると発言。また時代を逆行して何者かがやってきたことを魔王が知っていました。前知の修羅鳩にも触れられていますが、ソリテールが最後と語っていたため、80年前にはもう死んでいたと推測できますね。そこでグラオザームはフリーレンの記憶を奪い、始末することができると語っています。しかし全員が同じ目的で来たわけではありません。リバーレは戦えると聞いたため来たという単純な理由です。もう一人のトートはというと、バカバカしいから私帰るねといきなり帰ろうとします。魔族の存続や魔王のためとかはどうでもよいらしく、魔法の探求と明日のご飯にだけ興味があるようです。ただ彼女は星に呪いをかけており、あと100年もすれば呪いが覆い尽くすとも発言していました。そう考えるとシュタルクたちがいる現代はかなり危ないですよね。そして戦いが苦手だと語る彼女は帰ってしまいました。それに対して誰一人止めようとしません。むしろある意味賢い選択という発言すらありました。場面は変わって勇者一行石碑近くで休憩をしようとした時、フリーレンが強大な魔力を感知、リバーレが奇襲を仕掛けてきました。また後方支援という形でソリテールも戦闘に参加します。リバーレはアイゼンが一人で引き受けると言い、他の3人は石碑へと向かいました。アイゼンはリバーレの攻撃を斧一本で受け止めています。彼の攻撃を受けられる人物は珍しいらしく、一世紀ぶりと語るリバーレ、人類最強の戦士と魔族最強の戦士の対決が始まります。一方石碑へと向かっていた3人はソリテールの魔法をかわしながら前へ進み続けました。しかしそこにはグラオザームが立っており、3人は彼の精神魔法であるアンシレイシエラにかかってしまいます。ヒンメル、大丈夫ですか？気がつくと眠っていたヒンメル、隣にはハイターとアイゼンの姿。僕たちは誰かと戦っていて、こう問いかけるヒンメルに、今は平和な世界を取り戻した後だということを教えてくれるハイター。ヒンメルはどうやら寝ぼけていたみたいです。花嫁を待たせるのは良くないですよ。この言葉に疑問を覚えつつふと前を見ると、そこには花嫁姿のフリーレンが。アンシレイシエラは決して叶わないと諦めた夢を見せられるというもの。魔法にかかってしまったヒンメルはフリーレンとの結婚式という夢を見せられていました。3人が魔法をかけられたものの、ハイターは生まれ持った女神の加護によって助かっています。ヒンメルに声をかけますが全く効果はありません。魔法にかからなかったハイターはグラオザームと対峙するという状況になってしまいました。後方からソリテールの魔法が飛んできていますが、防御魔法で耐えるハイター。彼はヒンメルを信じているので諦めることはしないと語ります。場面は変わって魔法内のヒンメル、花嫁姿のフリーレンをじっと見つめています。神父に誓いのキスを促され、目の前のフリーレンは目をつぶって彼を待っています。それを見て少し困ったような顔で微笑み、フリーレンの唇にそっと触れました。フリーレン、打開策があるんだろ。僕は何をすればいい？ヒンメルは魔法にかかっていると自覚しているようです。この言葉にやっぱりとつぶやいたフリーレン、どうやらこのフリーレンは本物のようです。しかし彼女には魔力に頼っていたせいで、この状況が現実にしか見えていません。五感も記憶も魔力探知さえも、ここがまがうことなき現実だと告げています。しかしヒンメルに微笑みかけるフリーレン、大丈夫、私にはできなくてもヒンメルにはできる。そう言うとヒンメルの手を取り、腰のあたりに誘導します。現実世界で連動しているその動きは剣を握りしめていました。体は動かせる、バカにするなよ。じゃあもう剣の感触もわかるよね。微笑みかけるフリーレンにヒンメルは、あ、任せろ、もう戦えると笑って答えます。フリーレンの手助けによって剣の感触を得たヒンメル、彼は魔法にいる中で戦うことに成功します。現状は何も変わっていませんが、絹ずれの音や息遣いなどほんの少しの違和感を頼りに攻撃していきます。ハイターの援護もあり、グラオザームの腕を切断することに成功しました。その結果幻影が解かれ、2人が戦線に復帰します。彼らがグラオザームとソリテールを受け負ったことで、フリーレンは石碑に向かうことができました。最後にヒンメルの背中を見届けるフリーレン、その目はどこか寂しそうな、切ないような表情をしています。ありがとう、いいってことさ、おかげでとてもいい夢が見れた。そしてフリーレンは石碑に到達し、ピアラトールを唱え、無事現代に復帰しています。彼女を現代に送り届けられた勇者パーティーは足止めをやめ、退却を決意しました。無事難を逃れた4人、フリーレンは現代に帰ったので80年前の彼女となっていました。現代に戻ったフリーレンはシュタルクやフェルンと合流。
彼らからはぼーっとしていたと言われていたので、現実ではそこまで時間が経っていないのでしょう。森から出るために歩みを進めたフリーレン一行、そこで一人の男と出会いました。彼は女神の石碑について詳しいことは知らない様子、しかし年に何度かお祈りをしているようです。その男は老人のヒンメルに会っており、フリーレンのことについていろいろ聞いていました。それにヒンメルが楽しそうだったので、彼女にヒンメルに会ったという話をしたと語っています。それからその男と別れ、本来の目的であった入国審査も済ませたので、新たな冒険へと進み出しました。今回は過去編について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。